今日はね、全然7月11日撮影です。で、昨日松屋のね、昨日50分ウォーキングですね。あのね、アプローチ荷物を置いて手ぶらウォーキングでね、3回50分ウォーキングしましたね。これ、今週月曜日50分が初だったんですよね。180キロカロリー消費ですね。昨日は松屋でペーペークーポンで、ね、あのね、500円以上 10% バックでね、スパイシーキーマ牛めしね、母を送り届けた後だったんで、あとは昨日深夜でムジカドとかはね、今日はあらかじめ来てお褒美です、ゆっくり乗ります。昨日深夜でムジカドとかはね、1ヶ月の残りに6日間、800円、使える金額2700円ですという話とね、5000円残すと考えればね、1ヶ月平均8059円です。ビッグカメラで、ね、ガバッと2000円ぐらいのケーブル買った時で、390円の、ね、食事にマクドナルドでした時がね、そこがなくなってから、だからそこがね、計上されなくなったこの1ヶ月間なんで、少し安くなりましたね。今回マネポイントがあったので、そのね、2ヶ月単位じゃなくて、まあ、ある時から事件から区切って1ヶ月とします。六本木クラス長屋課長会長ね、解任、大逆転劇でね、解任決議案がね、引き消させてしまったであれですね。おかじめ失礼どうぞ。スパイシーから牛めし、ペーペークーポンで500円以上は 10% オフなので、ね、もうすぐの。
今日はね、デザインの7日、11日の7日の達成ですが、あのね、日割り計算383なんですね。今日はね、あの、母親を送ってった後にね、あの、送ってった後、その時になんか食事だったんで、あのね、あれでしたね。今日はあの、11時間返金が383円2万でですね。で、あの、週平均出費がね、月平均がね、8000いくらだったかな、ちょっと待って、8800円。ちょっとね、あの、メモ書きに書いてましたね。インスタのね、YouTube には書くわけじゃないか。8600円ぐらいかな、なんかね。1ヶ月くらいで出費計算で。で、六本木クラス。復習が終わったかなと思いきや、なんかね、まだあの、長谷会長巻き返してきますね。取締役が否認されましたね。解任決議が。あとはまあ、あの、そんな感じか。8059円の話でしたね。ビッグカメラね、結構2000ぐらいかも、それがね、なんか外れたのがね、今月25日までのね、1ヶ月間だったんで。